画面越しの YouTube ユーザーの皆さん、こんばんは、おっぴらです。はい、ということで今回なんですけど、バントリー6th ライブ初日終えまして、本日動画上がってる日は僕も2日目現地いると思うんですけど、感想という感想はね、また後ほどなんか長々く語れる場があればいいなという感じなんですけども、とりあえず言えるのは、ニックが超可愛かった。あとユッキーがめっちゃ美人やったっていうそしてなんといってもセットリスト、初日セットリストが本当に神がかっておりました。はい。バンドリ系のライブは人生初めて初参戦となったんですけど、まあ全楽曲ライブバージョンで聴くのは初めてだったんですけど、シュワシュワドリーミーと豪華豪快ファントムシーフ、この2曲があそこまでぶち上がる曲だと思ってなかった。もうコールくっそ楽しいんで、マジでオタク仲間でカラオケ行ったらシュワドリとファントムシーフは本当に歌ってみてください。マジで合いの手入れやすいし、もうぶっちゃ上がり、とにかくテンション上がりました。あとミッシェルが、コンパクトサイズミッシェルがめっちゃ可愛かったっす。はい。こんな感じで今回タイトルにもある通り、最速情報ということでガルパンに関するいろいろな情報を見ていけたらいいなと思います。まず1つ目、6thライブ開催を記念してスター100個プレゼントということで、ありがとうございますですよ。もう本当に好きあらばリミリンみたいに、もうスターをね、配布してくださる運営様、いつもお疲れ様ですって感じなんですけど、なんでそんな配布してくれるんでしょうかね。いや本当に僕らみたいなスター難民からすればいい話ですよ。そして今回の本題というか、まあ、昨日のライブ会場で発表された最速情報について語っていくんですけど、昨日オープニングにロゼリア、ゲストとしてミクさんが出たんですけど、昨日のライブのメインはラスだったじゃないですか。まあ、なのでラスに関するお知らせの発表があったんですけど、なんと2019年1月8日発売月刊ブシロード2月号よりラスの5人のストーリーを描いたお話がスタートする。そしてライブ行ってた人はぶち上がったと思うんですけど、なんと今回よりラスの5名がアニメキャラとして登場することが決定したんですよね。2019年1月よりバンドリ2期3期と順を追ってやっていくんですけど、そのバンドリ2期作中の中でラスの5名が登場する、新バンド5名が登場する発表がございました。いやこれやばいっしょ。普通になんて言うんだろう、1期で言ったらグリグリみたいなポジションだと思うんだけど、ワンチャン今後のバンドリアプリの中にも出てくる可能性が出てきたってことなんですよ。こちらコミカライズ版ラスを描く作者さんのツイートなんですけど、ファンの方の質問で、2期のアニメに出るんですか、ガルパ実装されるんですかという質問に対しまして、詳細は言えませんがアニメ2期にラスは出ますと、そういった返答をしてるんですよね。詳細は言えないと、もうなんかあるよ2期に出ることは、まあ、確定、ライブでも発表されたんだけど、これ何かありますよ。詳細が何なんだろうなっていう、ワンチャンガルパに出てくるんじゃないのかなという感じでございます。ラスの5人が声を当ててアニメに登場しますし、もうすでに声優さんが決まってるということは、まあ、ガルパ実装ありえるんじゃないのかなっていうお話でございます。はい、そんな感じで、本日冒頭でも言ったんですけど、僕オッピーバンドリ6th ライブ2日目ポピパのライブの方も現地参加でいますので、まあ、ここでもまたねお知らせ、おそらく12月末のイベント、まだ詳細が発表されてないイベントの発表だと思うんですけど、まあ、去年は年始にガルパーティーがあったんで、ワンチャン、まあ、年末にガルパーティーあるんじゃないかなと。もうそれも普通に僕行きたいんで、何かしら今日のライブでも発表されると思いますので、またその発表が出ましたら動画の方にしていきたいなと思いますので、今はもうただねこの動画をさっさと上げて、僕はもうライブに行く準備をしてぶち上がっていきたいなと思います。はい、そんな感じで最後までご視聴ありがとうございました。スタートラインに立ち、もこれからもどんどん突き進んでいくラスをね応援したくなるような、そのようなライブでした。ホッピーでした。またね、バイバイ。